ウォルター・マイケル・ミラージュニアは、アメリカの SF 作家、ドイツ系アメリカ人のカトリック教徒、フロリダ州ニュースマーナビーチで生まれた。第二次世界大戦では、アメリカ陸軍航空隊で、無線通信士及び、ビブジー視として勤務し、イタリアで53回の爆撃任務をこなした。この任務中に、モンテカシーノのベネディクト会修道院への爆撃が、行われ、これが、 衝撃的な体験となる。1959年にはその体験をもとに小説、目視録3174年を書いた。この小説の一部は先にザ・マガジン・オブ・ファンタジーサイエンス・フィクション史上に掲載された。存命中に出版された唯一の長編小説であった、目視録3174年は、1961年の9号賞を獲得した。 終末戦争後の世界を描いた小説としては最高の評価を与えられている。その他に40作ほどの短編 SF を雑誌などに発表しているが、それらは1951年から1955年の間に集中している。ミラーは晩年、親族を含むほとんどの人々との接触を避けて、病的に孤独を求めるようになり、目視録3174年の続編に、 取り組んでいる最中に拳銃自殺した。絶筆となったその作品は2000年にテリー・ビッスンが完成させ、セインとリーベロイツアンツザワイルド・ホース・ウーマンのタイトルで出版された。目示録3174年のラジオドラマが1981年に制作され、後に CD 化されている。また、日本の SF 評論家である水鏡子の筆名はミラーから来ている。 ミラーの作品であるザリラクタントトレーターが掲載されたアメージングストーリーズ1952年1月号ありがとうございます。